大熊晋常から1947年1月11日は、明治から昭和にかけての日本の教育者、政治家、実業家、家族である。衆議院議員、貴族院議員、大日本東京野球クラブ代表取締役会長、日本職業野球連盟総裁などを歴任した。また、早稲田大学名誉総長などの名誉職も務めた。大熊修信の養子師である。 平戸県平戸の出身。ジップは旧平戸藩主松浦線で、旧名は松浦常である。1899年、東京帝国大学法科大学を卒業後、三井物産に入社する。1902年に大熊重信の幼女、孔子の婿となり、養子となる。孔子は大熊の妻の兄の三女とされていたが、実際には重信が女中に産ませた子である。 早稲田大学教授、早稲田中学校長を歴任する。就任時に生徒であった、ゴンダ・之ススケは後に、新自然とした前校長の大熊秀丸とは、正反対で、新常は学校に、軽装の着物で現れ、酒の匂いのすることもあり、絶望したと書いている。第二次、大熊内閣成立後首相秘書官となり、1915年の第十二回衆議院議員総選挙に、 大熊博公演会の一員として、群馬県第一区から立候補し、立憲声優会の前職、竹越与三郎を破って当選した。1922年、茂信の死に伴い社位を継承して、貴族院議員となる。翌年、早稲田大学名誉総長に就任した。また、茂信が設立した日印協会の第四代会長を務めている。 1934年、創立したばかりのプロ野球球団、大日本東京野球クラブの代表取締役会長に就任する。1936年には、日本職業野球連盟の発足に伴い、初代総裁に就任した。新常は、廃藩置県が行われた直後に生まれている。大熊邸の結婚披露、明治33年10月11日、新聞修正。 明治変年史、第11巻、伊藤幸男、大熊重信、巨人が築いたもの中央公論新社、2019年。ISBN 978から4から12から10万2551から7。57から 58P 派と、地上の理想国随日賞は22、官報第8398号、女人及び、 事例1911年6月21日。漢方第4005号、除人及び、事例1925年12月29日。漢方第3633号、除人及び、事例1939年2月16日。漢方第1三十3 8号、除人及び、事例1916年1月20日。漢方第1499号、 付録、事例2931年12月28日、官報第996号、除人及び、事例1915年11月26日、ありがとうございます。